ては、お家でできる、トレーニング練習で、マニュアルをやろうかなと思います。で、まあ、家でやるときは部屋の中でもできるんですけど、まあなんか板引いて、でまあ扉とかガラス危ないんで、まあ、守るためにあの布団とかクッションとかをなんかそういう当たりそうだなってところに置いてあげるといいと思います。それではやっていきたいと思います。でまずマニュアルのコツを最初に教えていきたいと思います。マニュアルの時にこう体が開いてこっちに全体重を乗せちゃう。とつるんと枕でやすいので、片足立ちするようなイメージ、ここで片足立ち進んじゃう。まあまあこんな感じで、でこの時に足跡を見ちゃうと、バランスを崩しやすくなるんで、足元を見るんだけどちょっと全体的に見る感じでってやります。あとはこっちのテールを踏んでる方の足を伸ばさない、グッてちょっと膝を曲げた状態で耐えてあげる。これ結構大事です。スタンスはこの後ろギリギリじゃなくてもノーズが浮くぐらいでいいかな。で前足も狭いんじゃなくてちょっと広めの方が多分やりやすくて、なんか後ろ足はベタって踏めるようなところがちょうどいいかな。つま先で立っちゃうと結構バランス崩しやすいから、ベタッと踏めるようなところに、であとはさっき言った下半身のこの膝のバネ、膝のクッションを使いながらこうバランス取るのと、あと上半身でバランスを取るのが大事かな。でね、ちょっとここ斜めだから進んじゃうんだけど切るだけ バランスをキープできるように最初5秒慣れてきたら10秒とかってやっていくといいかなと思います。こういう感じ。
で注意点としてはテール後ろ側にこう乗りすぎない。腰は通らない。こう腰折っちゃうとってなるから。片足立ち、こっちに乗せるような感じで膝を後ろ膝曲げて、でこの時に下見てるように見えるけど実はこの辺見てるから、ちょっと前を見ながらやってます。マニュアルでちょっと1分間チャレンジしてみようかなと思います。体幹トレーニングもなるからいいかなと思います。あとは、まあ、マニュアルは本当にもう何回もやるしかないんだけど、やっていくうちにこうすごいねピンポイントでこう乗る場所があって、本当ウィールを潰してるような、両方のウィールをグーってこう両足で潰してるような場所があって、そこに乗ると結構今みたいに安定しやすいんで、そこをなんか探しながらやるといいかな。まあマニュアルぐらいだったら家の中にこうコンパネ引いたりとか、ちょっとした板引いてもできるし、
まあ、家の外でやってもそんなガシャンガシャン音するわけじゃないからやりやすいかなと。ただまあ、ツルンって最初の頃行っちゃったりすると思うんで、そうだね、周りのものとか人とか一応気をつけて、まあ、できるだけ広いところでできたらいいんだけど、今は、まあ、家の前とかでこっそり練習してやるのがいいかなと思います。あとね、最初ちょっと物ガードレールとかなんか円平とかに手つきながらやると感覚つかみやすいかなと思うんで、一番最初からこう手放しでやるんじゃなくて物をつかみながらやると最初練習しやすいと思いますよ。はい。